はい、ですね、今日話したいことはですね、昨日とは違って、まあ、花火の話でもなくて、何かっていうと、まあ、UFO キャッチャーに本当にめっちゃハマってて、もうゲーセンって言ったら、まあ、ゲーセンって言ったらね、本当に UFO キャッチャーなんですよ、僕からしたら。ね。なんで、まあ去年、今年は本当取れんかったけど、去年はね、めっちゃ取れたんですよ。めっちゃ、まあ、めっちゃ、10個ぐらい取れたらめっちゃって言ってもいいかな。まあでも、そんな取れてないか。わからんけど。まあでも、前よりかは取れたんですよ。前はもう、1年に2個ぐらい。2個ぐらいだったんですけど、去年はね、本当にすごいっすね。めっちゃくちゃ嬉しかった。たんですよ。3個4個ぐらい取れて、でめっちゃ嬉しい景品が、まあ、今見せてもいいんですけど、ちょっと見ます。すごいですよ、本当今までなかったんですけど、これミニオンのタンブラー、めっちゃくちゃでかいんですよ。こんなね、鍋がさ、こんぐらいだし、こんな、うん、これね、でめっちゃでかいんですよ。で、まあこれを2回で取ったという、2回で取ったんですよ。でワンプレイ100円なんで200円取ったと、うん、まあ値段的に。フリーマーケットみたいな、うん、まあ本当にフリマみたいなねそんぐらいの値段安く取れたんでめっちゃ嬉しかったんですけど、その台が簡単すぎたっていうのもあるんですよね。本当にごっつい輪っかってなんて言ったらいいんだろうな、そのもともと箱に入ってるわけじゃないですか、裸じゃないですか、うん、裸じゃなくてその箱に中に入ってるわけで、箱にプラスチックのこの輪になったなんかあるんですよ。アームに引っ掛ける用の、もうすごい簡単で引っ掛けたらもうすぐ取れる感じなんで2回取れたんですよ、2回で。でまあ僕の母親がスヌーピーが好きで、もう一個やろうと思ったら無理で、で次またあったんで、色違い、まあ最初白黒だったのに黒白があって、おーこれいいじゃんと思って取ってあげようかなと思ったら、その台がめっちゃ難しくなってて、なんどういう台だったっけな、同じではない、もう箱そのまんま、なんでその引っ掛けるとこないのと思って、多分取られやすくて、多分在庫切れになるほどめっちゃ取りやすかったもんね。まあでもまああれはもうやらん方がいいかなって思ったんですよね。もうあれ取れてるし、まあ昨日おとといにどこだリンクとこなめイオン行ったんですよ。で去年は18日行って、まだ子供っていうか、もう人がそんないないんですよ、全くいないぐらいの時に行って、で気をちょっとまあ、今年、まあ、金曜日、まあ、3連休狙って行って、まあ、22日に行ったんですけど、もうそんなすげえ人で、めちゃくちゃ人って、うん、ほんとね、取れんかった、一個も取れんかった、ほんとに。うん。イオンは、僕アピタでよく、UFO キャッチャーやるんですけど、全く取れません。貯金箱かよっていうぐらい、取れません。ほんとに取れない。取れる率が低い。うん。なんで、
まあ、イオンだったら大抵僕取れてるんで、絶対1個は取れるでしょうっていう体で行ったのに、取れなかったんですよ。まあね、多分あんだけ人いれば、あれですね、アームを弱くしてあるんですよ。あえて弱くしてあるんですよ。うん、金儲けですね。本当に、だからまあ来年、まあ、毎年恒例トコナメリンクトコナメイオン行ってるんですよね、12月。だから来年もう18日に行っとるかな行っとるかなと思ってるんですよ。多分そんぐらいに行けばアームも強いんじゃないかな。あんま人いない方がいいんですよね。あんま人いない方が強いんですよ、逆にね。だから、まあ、クロミちゃんめっちゃ好きで、ほんとクロミちゃんも毎年恒例クロミちゃんあるのかなっていうぐらい本当にあって、あんなあれはありえない僕としてはありえない。でも僕ん家の近くにそのまあゲーセンラウアンね、あのユーケチャあるんで、ラウアンもそんな取れる率低いんですけど、まあ取れる時は取れるかもしれないということで、もう今度ね、時間があればと、僕はまあ仕事に疲れてなかったら、まあ、仕事帰り寄ってもいいかなって、まあそうですね。で取れたらまたあのこういうのが撮れましたって花火関係なしに YouTube で投稿します。写真どうしようかな動画にするまでもないですよね。写真投稿するんで、あのそちらよろしくお願いします。写真ね、投稿見てください。でもめっちゃ嬉しかったら多分動画にするかもしれないし、写真、まあどっち投稿するかわかんないけど、とにかく YouTube には投稿するんでよろしくお願いします。はい、ね、本当、まあ今から喋ることはあれですよ、なんで UFO キャッチャーなんか、あの車のゲームとかさ、太鼓の達人とかさ、あれじゃん、バナパス持ってればバナパスデータ残るけど、データなんかもうこんなんチルじゃないし見えないじゃん、どれクリアしたかな。見えたらおーおーおーってなるけど、絶対もう顔出して できないじゃん、そんな。でその画面上でクリアしたその嬉しさ、そんだけで、 UFO キャッチャーは実際にショーケースの中に入ってて、それを取ってまあ手元にね、もう景品、まあ昨日おとといヨギボー買ったんですけど、これは買ったやつね、 UFO キャッチャーの景品じゃないですよ。まあ実際に UFO キャッチャーで取ったらこんな感じで、まあ自分の元に来るわけじゃないですか。いやそれなんですよ、まあなんです。もうほんと最近ね、ゲーセン行っても車のゲームとか、あの太鼓の達人とかはやらないですね。もう速攻 UFO キャッチャーなんで攻略の動画見てるんですけど、一昨日の22日に行ったイオンは攻略もクソもね取れなかった、全然取れなかった。まあ多分アームが弱いと、多分どんな多分取り方が正解な取り方でも取れないです、絶対。これ絶対、あの多分プロい、普段もう毎日めちゃくちゃ取ってる人でも取れないと思うんです。絶対ね、あんな絶対取れない。なんで来年こそはね、18日に行って絶対取ってやります。はい、本当に。まあ皆さんもね、クレーンゲームばっかやってるとか、まあ、クレーンゲームが好きっていう人はまあ多分攻略の動画見てると思うんですけど、まあ、全然取れないしでもやりたいなみたいな人は攻略の動画見た方がいいですね。
めっちゃおす、もうね、うん、俺としてはゲーセンはあのクレーンゲームコーナーとして見ています。はい。なんで、まあ、これからもね、あの僕の動画よろしくお願いします。あの撮ったもの、まあ、打ち上げた花火もう動画、まあ本当はまあ花火メインで、花火メインだけど、まあ UFO キャッチャーで撮った景品も画像、まあ画像か動画、まあ、どっちかですけど投稿するんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。